て、ウルベアの遺跡から帰ってきました。あれ、なんかダストンさん怒ってません？ちょっとあんた、急にうちに転がり込んできて家事の一つも手伝わないって話じゃないですか。え、家事とかしてほしいの？ダストンさん。あんたみてえなやつはこの家から絶対に出ていかねえでください。このうちは使えねえ野郎は大歓迎です。どんどん怠けてください。あ、そういうこと？あ、ダストン様、ダメですよ。モテない、冴えない、使えないは僕の専売特許なんですからね。おお、夏みかんよ。まともに話せる措置を待っておったぞ。ここの者たちの話はわけがわからぬでな。まあそうですよね。いや、大丈夫です。私も正直わけはわからないです。慣れてるだけで。ええ。初見だとびっくりしますよね。ポンコツ扱いだけはされないようにお気をつけください。でもまあまあもうポンコツ寄りに認定されてる気がするけど、ベンダオ君大丈夫かね。あ、グルヤンラシュ、そうでしたそうでした。その正体は知略に長けた魔物なのじゃ。そうなんだ。グルヤンラシュは神官の姿に化け、怪しげな術でウルベア皇帝の心をつかむと、そのまま宰相として登用されてな。あら、メギストリスのイットみたいですね。ウルベアを意のままに操ると、軍事に偏った技術革新を推し進め、ガテリア帝国との違ったガテリア公国との戦いを始めた。昔からそういう魔物はいたんですね。その王家に潜り込む魔物っていうのは、古来から存在するんですね。ビャンダオ君の時代がこの夏みかんちゃんたちの時代から数えてどれぐらい前なのかわからないけど、もしかしてローディング画面とかによく出てくる大いなる闇の根源ってやつが関係してるのかな。キャッツの根城はおそらく当時のまま南のグルグチカ道にあるはず。でもそのグルヤンラシュは今も存在するんですかね。今も存在するとしたら、この現代のドワーフたちの生活にも何か影響がありそうですけど、その気配はないですよね。だって今までこうドワーフのこの大陸の話進めてて、グルヤンラシュっていう言葉一言も出てこなかったもんね。オッケー、うまくいけばリュウロウ氏に会えるはずじゃ。それではグルヤンラシュの根城へ急ごうぞ。要はソチの後をついていくでな。オッケー、では行きましょう。いやー、でもいるかどうかわからないけど、ここが噂の地下道です。これ夏みかん、少しは要気遣い、頬を緩めぬか。あ、ごめんね、なんかとことこ歩いちゃって。この辺りで一休みするぞえ。こんなに歩いたのは初めてじゃ。まったくそちはスパルタじゃの。リュウロウ氏であればよういたわり、休みをこまめに入れてくれたはずじゃ。まっことリュウロウ氏は完璧な家庭教師だったぞよ。そうなんだ。いや、そういえば老氏にも一つだけ気に入らぬところがあったわ。それは何でしょう。リュウロウ氏はウルベア出身の技術者でな、その技術は天下一品と謳われておった。そう、あのマシン兵もリュウロウ氏が作ったのじゃ。だがグルヤンラシュが現れた頃から、リュウロウ氏はウルベアを離れ、世の家庭教師として我が国に招かれたのじゃ。そうなんだ。どうしてわざわざ。なんかそれはそれでウルベアの策略を感じますけど、なんかちょっとスパイ的な。天下一の技術者を近くに置き、世は心を躍らせたものぞよ。誰よりも優れた技術を身につけられるとな。だがリュウロウ氏は生きていくのに必要な最低限の技術しか世に教えてくれなかったのじゃ。これ以上技術に身を委ねると自分たちの首を絞めることになる、などとおかしなことを言うてな。ん？これは二通りありそうですね。
リュウロウ氏はこのビャンダオ君をポンコツに育てて公国が内部から崩壊していくのを狙った、またはそうではなくて、リュウロウ氏はもっと未来を見据えていて、技術によってドワーフが身を滅ぼす可能性があるから、ビャンダオ君にはそんな王になってほしくない、もっと生き物としての本質みたいなのを見てほしいってことで、生きていくために最低限の技術しか教えなかったか、だから教育的配慮か、またはポンコツ王にしようとしたか、どっちかじゃないかな。ここが当時グルヤンラッシュの根城と言われていた場所じゃ、場所だが、いや、いるのかな。すごい、夏みかんちゃんがもう戦う構えになってる。関心グルヤンラッシュよ、姿を現せい。世はガテリア公国が第一の王子ビャンダをなるぞ。愛する祖国を滅亡へと追いやったアッキメ、その罪は万死に値する。さあ出てこい。世が一刀のもとに切り伏せてくれるわ。一刀のもとに、ビャンダオ君も戦えるの？大丈夫？夏みかんが戦ってあげるよ。あ、やっぱ誰もいないっぽくないですか。ロウ氏、リュウロウ氏、世の声が聞こえるか？ビャンが来たぞよ。いたら返事をするのじゃ。いや、いないんだよきっと。夏みかんよ、苦しゅうない。もう楽にしてよいぞよ。ここには誰もおらぬようじゃ。いや、ねじろを変えるっていうか、もうそもそもいないんじゃないかな、グルヤンラッシュは。これまでの苦労が水の泡となってしもうた。いや、そんなのはいいんだよ。私の苦労なんかはよくてさ、どうでもよくてさ、なんかビャンダオくんがちょっとずつ傷ついていくんじゃないかっていうのが、なんか見ててかわいそう。だって今まで自分が追っていたものが、そして頼りにしていたものが、すべて多分なくなってるんですよね。リュウロウ氏がこの場にいないのも、グルヤンラッシュの新たな根城を追ってここを後にした。いや違うんだよ、もうね、グルヤンラッシュは多分いないんですよ。だから彼にとっておそらく大事な人であるリュウロウ氏もおそらくもういないし、彼が仇として追っているグルヤンラッシュももういないんだよね。その喪失感を彼はこのイベントの中で味わうんだろうか。長きにわたる交戦の末、世とリュウロウ氏はウルベアに捕らえられ牢獄に入れられた。そして世は交渉の材料となったのじゃ。え、そうなの？ガテリアが降伏しなければ世は処刑、降伏か交戦か、その運命の審判が下された夜。ビャン様。リュウロウ氏、どこへ行っておった？世を一人にするでない、心細かったではないか。それよりもなぜ牢の外に出ておる？世が眠っている間に何があったのじゃ？我らは解放されたのか？聡明なる王子ビャンダオ様、どうか心を鎮め私の話をお聞きください。遺憾ながらあなた様のお父上はウルベア帝国の侵攻に対し徹底抗戦の意を表明されました。それと同時にガテリア兵がなだれ込み、私はその混乱に乗じて牢を開け、あなた様をここまでお運びしたのです。そんな父上は世を見捨て、しんどいね。いや、でもきっとビャン君のお父さんは王子を守りきれる、奪還できるって信じて、きっと徹底抗戦を申してたんじゃないかな。いやじゃ、よう一人ではやじゃ、リュウロウ氏、そなたも乗るのじゃ。この魔神兵はもう一つございます。
私も後から魔神兵に乗りますゆえ、どうかご安心を。え、なんかリウロウ氏のお顔が見えないところがちょっと不穏なんですけど、これ大丈夫ですか？このイベントのラスボスリウロウ氏とかないですよね。え、だってもしですよ、ラスボスがリウロウ氏だったらさ、ビャンダオ君はお父様に、まあ、裏切られてないかもしれないけど、お父様に見捨てられ、そして追うべき仇のグルヤンラシュはもういない、そしてリウロウ氏と戦うみたいなことになったら、この子どうなっちゃうの？あ、そして魔神兵は人を生かしたまま保存できる技術を搭載してたのだろう。なるほど、そういうことなんだ。父上は世の命よりも国を選んだ。リウロウ氏が逃がしてくれなかったら世は処刑されていた。いや、国を選んだかどうかはわからない。国を選んで、かつビャンダオ君もこうなんとか戦いで自分たちの元に戻ってくるようにって思っていたかもしれないから、完全に見捨てる気はなかったかもしれないんだけど、でもビャンダオ君にとっては見捨てられたっていう気持ちに、感情になってしまうよね。いや、こんなにリウロウ氏をさ信じきってるのが怖い。リウロウ氏はきっとどこかにいるはずじゃ。後から魔神兵に乗ると別れ際に、よう約束を交わしたでな。ビャンダオくん、ガラクタ屋敷に、様子見に行くね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価、コメントで応援してくださると嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。